楽ウマクッキング。今日は時間がなくても大丈夫、アイデアがあればでおなじみ、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、忙しい主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は簡単おもてなしメニューというテーマでお送りしています。今日はこちらです。スペアリブのジンジャーエールに、はい、まあ、スペアリブすごいこうごちそう感があってね、おもてなしにはぴったりですが、うん、そうですね、今日はそれを簡単にジンジャーエールを使って美味しくしてしまう、ね、そうなんです、はいはい、ぜひこの魔法ね、うん、皆さんも参考にしてください、はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです、はい、まずね、はい、そのスペアリブのお肉の方から処理からいきますね、はい、これあの骨のところに薄い皮があるんですよね、はい、でこれをちょっと、ね、切っておきますね。こんな感じですね、ほうほうほう。でこちらもそうですね、ここのところが骨がありますので、はい、落としておきますね、はいはい、そしてね、これのフォーク、これでね、ちょっと全体に、ね、穴を開けておきますね、うん、はい、じゃこっちも同じようにね、はい、この下処理で全然違ってくるんですか。あ、ね、こういうふうに下処理しておくと、うん、身離れが良くなるのと、はい、やっぱり味しみも良くなりますので、ね、これ真ん中ぐらいのところに今切り込み入れてますね。そうですね、こうするとやっぱり、はい、食べやすくなりますのでね、うん、はい、ちょっと手間でもね、あの一手間かけとくと後がいいですからね、はい、はい、じゃあこれお皿に戻しましょうか、はい、そしてこれにね、はい、塩コショウを振りますね。こっち持っていきましょう、はい、もうあの煮込んでいきますので塩コショウは薄くでいいですね。あ、ちょっと薄めの簡単に塩コショウですね。簡単、そうですね、はい、簡単な塩コショウでいいと思います、はい、全体にね、これぐらいでいいと思います。じゃあこのスペアリブね、焼いていきましょう、はい、これね、フライパンの方にはサラダ油が大さじ1ほど入ってますね。でこの中に入れていきますね。であの火加減は中火の強めぐらいでいいと思います。はい、はい、でこれね、あの、はい、ここでは焦げ目つけてほしいですね。裏を向いて焦げ目つけるみたいな感じです、はいはい、じゃあこれ青山さんにお願いしてもよろしいですか。はい、任せください。美味しそうな焼き色ですね。焼き色お願いします。じゃあその間にね、合わせ調味料も合わせていきますね、はい、この合わせ調味料で失敗がないんですよね。そうなんです。これ中に入ってるのはね、蜂蜜なんです。でこれもしなければあのお砂糖、同じ大さじ1のお砂糖でも大丈夫だと思います。はい、蜂蜜または砂糖大さじ1です、はい、お酒が入ります。そしてね、これ醤油ですね。はい、そしてね、これね、お酢が入りますね。もうここまで全部大さじ2ですね。はい、そしてね、これすりおろしの生姜が入りますね。割にたっぷりです。一かけ分 10g ぐらいですね。はい、そしてこれね、最後にお味噌が入るんですね。大さじ2分の1です。で、これ混ぜますね。はい、ね、今日のうま技です。最後お味噌少し入れましたよね。あのお味噌を入れとくとね、あのやっぱ発酵食品コクが出るんですよね。でなので、あのカレーなんかにでもちょっとお味噌入れられるとね、あのコクがぐっと出ますのでね。なるほど、あの上手な使い方されたらいいと思います。はい、でこれよく混ぜたら合わせ調味料ができました。はい、じゃあフライパンの方のスペアリブの方がどうですかね。焼き色、おお、すごいですね。美味しそう、いい感じだと思います。はい、おいしそうにつきました、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ変わります。じゃあ焼き色がついたところでですね、はい、あ、いい匂いもしてますね、うん、ちょっとね、油がだいぶ出てますので、そうですね、うん、ちょっと油の方を拭いていきましょう。あのキッチンペーパーでいいですね。こんな風にね、吸わせてください。はい、もうちょっといきましょうかね、はい、結構やっぱり出ますね、油ね。油ね、やっぱりあの油に油なんですよ、うん、あの油に溶けますのでね、割にたっぷりめの油で焼かれたらいいと思います。で、ね、はい、なおかつね、ここへですね、これお湯なんです。はい、ここに、うん、もうフライパンの方でいいですね。おー、はい、大丈夫ですよ。はい、お湯を入れたらば逃げなくても大丈夫ですよ。ひたひたぐらいのお湯を入れて、でこれ結構やっぱりあの、はい、さっぱりしますよね。あの煮込んだ時にですね、これでちょっと余分な油さらに落とすんですね、うん、そうです、そうです。へー、一回取り出しましょうね、はい、いいですか。でこれ取り出したのお湯なんですけども、これね、一応捨てますね。そしてもうこのフライパン使っていきますね、はい、この中にまた戻して、ここですぐ戻る、入れてください、うん、戻してください。はい、いいですね。でここにちょっと並べますね。はい、じゃあここに必
帰ったところでジンジャーエールの方を注いでいただけますか。はい、今日はジンジャーエールにということで、はい、ここに300ml のジンジャーエールが入ります。でこれちょっとね煮立たせましょうね。まずこうひたひたっていう感じでいいと思います。そうですね、ちょっとね煮立ってくれると思います。でこれ少しねアクが出てくると思うので少しねアクの方をね取っていきましょうね。ジンジャーエールを使って、はい、美味しくするわけですよね今日。そうなんです、今日ねこれがねうま技になるんですけども、ジンジャーエールを煮込んでいくとあの甘さもありますよね、はい、で風味もあります、なのであの美味しさもアップするのと、それから炭酸ね入ってますよね、で炭酸効果で、炭酸っていうのはあのタンパク質を分解してくれるのでね、お肉が柔らかくなるんですよね。よくねコーラ使ったりビール使ったりよくお肉を柔らかくするに語りますけど、今日のレシピにはジンジャーエールがぴったりなんですね。そうですね、あのよく合うと思います。もうちょっとこう煮立ってきたらアクみたいなもの出てきましたよね。これちょっと取っておきましょうね、はい、この辺ね、この段階で一回アクを取るわけですね、アク取りましょう。もうこれぐらいでいいですね。割にあのお湯と、あの湯通しもしてますのでね、そんなに出ないと思いますけども、やっぱり取っておいてくださいね。さあここにですね、合わせ調味料を入れていただけますか。先ほどのこの合わせ調味料が、はい、お願いします、はい、入ります。で入ったら少しね、やっぱり混ぜておきましょうよね、はい、で混ぜたらば煮込みたいんですけども、はい、ここにさらに追加していきますね、はい、すみません、そっちのお皿お願いします。これはネギの青いところですよね、はい、これとそれから唐辛子、これは種抜いてます。それからニンニクはもうなんかちょっと木べらで潰してあります。潰してある、はい、でこれを入れますね、はい、そしてこれでね落とし蓋の方をしていきたいと思います。これアルミホイルでね落とし蓋していきます。そしてでこれこのままじゃなくてちょっとこう、はい、チャクチャクチャクとしてくださいね、はい、こうするとねやっぱりここにアクが入ってくれるのでね、これで落とし蓋ですよね。これ一石二鳥の落とし蓋ですね。そうなんですよね、はい、でこれでアルミホイルにアクもついてくるんですね。そうなんです、そうなんです。でこれね、この状態でね強火で中火の弱ぐらいでね、はい、15分ぐらい煮込んでください、はい、で15分ぐらい煮込んだら一応こうちょっとこう蓋を取り出したネギが割にクタクタになってるので、それを取って、それとあとネギ取ったらばあのスペアリブひたひただったので一応ひっくり返してください。ひっくり返して、はい、ネギはじゃあ15分でも取り出すんですね、うん、そうですそうです、はい、でひっくり返してそれからまたさらに落とし蓋と同じようにしてあとでね15分ぐらい煮てください。はい、はい、計30分ですね。そうですね、はい、なのでその30分の間に他のことがいろいろできますね。そうなんですよ、他のお料理できますのでね、はい、でこれ30分煮込んだものがね、はい、こちらです。はい、じゃあちょっと開けてみますね。どういうふうに煮えてますかね、はい、よいしょ。熱くないですか。あ、大丈夫です。はい、あ、美味しそうに煮えてますね。いいですね。見るからに、はい、ね、スペアリブの方がもう煮えましたのでちょっと一応ね、お皿に取り出しておきましょうね、はい、はい、ね、ほろほろに多分柔らかく煮えてると思います。そうですね、はい、これはいいですね。いい匂いもしてます ね、うん、ますよね。でこれね煮汁がたくさんあるでしょ、はい、でこれちょっと使っていきたいんですよね。この煮汁、うん、はい、ゆで卵がありますよね、はい、この中に入れてください。ここになんとゆで卵投入、はい、そしてちょっと火はね、強火かその中火の強めぐらいでいいですね。ちょっと煮詰める感じですか、うん、あのタレを煮詰めるのと、それからこの卵にね、このコロ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 っとね色がつくようにね、はい、こんな感じでいってください。はい、じゃあこれ青山さんお願いしてもいいですか。はい、うん、お願いします。煮詰めながらちょっと卵に色つけるそうですね、はい、あのスペアリブの方持っていきますね。はい、今日はね、生野菜添えてますけど、今日のスペアリブはこのキャベツと一緒に食べたら美味しいですよね。キャベツが美味しいですよね。はい、ちょっとここに盛り付けられる。どうですかね。あ、いいですね。煮汁もトロトロになってきましたよね、はい、卵もちょっと色がついてきましたよね、はい、じゃあ卵の方を、ね、取り出していきましょう。はい、はい、お願いします。よいしょ、はい、でも2つとも取り出していきますね。そして卵ね一緒にねつけたいのでね、ちょっと切ってみますね、はい、盛り付けるにやっぱ切った方がいいですね。そうですね、うん、切った方がいいですね、はい、ちょっとこうね見えるように黄色がやっぱりいいですよね。あ、目立ちますね。いいですね、これぐらいでいいですかね。あ、ちょっと落ちちゃったかな。で先ほどね煮汁の方ありますよね、はい、これをね上からね少しかけましょうね。
いい具合に詰まってますよね。はい、じゃあこれをたっぷりかけて、はい、出来上がりです。はい、こちらでスペアリブのジンジャーエールに完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。ジンジャーエールを使って簡単に美味しい豚肉の煮込み料理を作りました。スペアリブは下処理をすることで身離れが良くなり、味も染みやすくなります。この一手間で美味しい料理がもっともっと美味しくなるんですね。そして味付けは最初に調味料を全部合わせて一緒に煮込むだけなので失敗がありません。味噌を加えてコクを出します。ジンジャーエールで煮込むことで風味もアップ、さらに炭酸効果でお肉も柔らかくなります。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、それではお肉大好き千水さん、はい、どうぞ召し上がりください。はい、この照りいただきます。手でいいですか？スペアリブですから ね、はい、ブリンブリ、またね、骨付きには具が似合いますよね。柔らかい、柔らかい、おいしい。良かったです。本当に柔らかいです。これやっぱジンジャーエールですよね。そうですね、炭酸効果ですよね。卵食べていいですか？はい、卵は割とおまけ的な感じなんですけどね、多分食べたいんだと思います。美味しいと思います。おいしい。はい、また卵に行ってその後スペアリブ戻るっていうのもさらにありますね。そうですね。はい、キャベツともよく合います。さあ、明日は野菜ソムリエの花井さんに秋の実りの混ぜご飯を教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。